準備できたか？ワン、ツー。誕生日おめでとう。プレゼントは何でも嬉しいよって言ってた。意外だ。安人って何で喜ぶんだろう。聞いてみてもはぐらかされそうだな。率直に欲しいものを聞いたら、形あるものと言われてしまい、さらに迷走しています。安人って目玉焼きハンバーグが好きなんだぜ。すっげーわかる。米に合う。みんなのプレゼント喜んでくれてましたね。正直意外でした。ヤスが誕生日喜ぶなんて意外ね。いや、あのプレゼントの量、ヤスらしいわ。安人くんには何あげたらいいかな。取れたてキノコかお花か迷います。吹奏楽部の広報として頑張ってくれているイレイをみんなで盛大に祝いましょう。あいつ何したら喜んでくれんだろうな。先生、ちょっと知恵貸してくんねえか。綺麗にラッピングできました。安人くん、プレゼントを喜んでくれるかな。後輩だけどよ、未だにつかめねえ。何喜ぶか考えてたら当日になっちまった。安人にはこれ内緒だよ。目玉焼きハンバーグケーキ、絶対驚いてくれるね。安人って何が欲しいんだ？株か？ああ、今から勉強しても間に合わねえな。イレイは現金なやつだから、お菓子じゃ喜ばないかもだけど、心を受け取りなよね。イレイとレアドロマラソン行ってくる。物欲センサーはレベルと装備でねじ伏せる。素直に喜んでるようだが、俺たちの考えるよりも遥か先の利益を考えての笑顔かもな。イレイ君、俺があげた多機能マウス使いやすいって嬉しい。安人の好物、鉄板で焼いたろう思ってます。ハンバーグと目玉焼き、熱々の提供したる。彼は何をあげても喜んでくれてね。つい、いろんなプレゼントをしてしまいそうだ。実益を求めるタイプにプレゼントは悩むけど、なんだかんだ何でも喜びそうだよね。安人にくっつり屋のコーヒーチケットを送りました。使ってくれると嬉しいっす。誕生日すら己のりとする彼には感情がないと取るのは早計だ。私は興味深いと思うよ。ヤス君は意外と誕生日楽しんでるね。お祝いされるの好きなタイプかな。安人の喜ぶもの、驚かせるのは無理そうだし、もう正面から聞こう。お祝いにも手は抜かないんでしょ、なんて言われたら本気出すしかないだろ。もらえるプレゼントは全部嬉しいですよ。先生からも？やった。
ワンホール？いいんです？